こんにちは。第2種電気主任技術者の平です。今回は電研2種2次試験電力科目より平成21年度から問6のパーセントインピーダンスによる短絡電流の計算問題を解説していきます。まず問題文を読み上げます。次の特別高圧系統から電圧 66kV で受電している需要設備における受電用遮断器 CB1 を通過する短絡電流について次の問いに答えよ。ただし発電機、変圧器及び送電線のインピーダンスは表に示す通りである。また短絡電流の計算において発電機、変圧器及び送電線の抵抗分もしくは変圧器の零時インピーダンスは無視できるものとし、短絡時における上位系統及び発電機のカトリアクタンスの背後電圧は 1.0pu であるとする。発電機、変圧器、送電線のパーセントインピーダンスの表がこちらで、すべてリアクタンス成分のみで抵抗成分を無視しています。では問題文の続きです。括弧1、 CB1、CB2、CB4、CB5 および CB6 が平の時、自己点における3層短絡電流 kA を求めよ。括弧2、上記括弧1の状態において変電所 B と変電所 C を連携する CB3 を平とした時、自己点における3層短絡電流 kA を求めよ。まず問題の設定を確認すると、問題文の下線より電圧 66kV の系統で短絡事故が起きた場合の短絡電流についての問題で、事故点は図の赤枠の受電用遮断器 CB1 の西側です。また事故時に加わる電圧は V=66kV です。また問題文の青の下線より短絡電流の計算で発電機、変圧器及び送電線の抵抗分、変圧器の零時インピーダンスは無視できるため、今回の問題で短絡電流を計算する際は先ほど見せた表のインピーダンスのみを使えば良いことになります。さらに問題文の赤の下線より短絡時における上位系統及び発電機のカトリアクタンスの背後電圧は 1.0pu であるということで、この文章を簡単に言い換えると、短絡時に事故点へ変圧器を通して電圧 66kV を与えるということで、短絡電流の計算に使う電圧は 66kV で指定されます。では括弧1を解いていきます。問題文より CB1、CB2、CB4、CB5、CB6 の5つの遮断器が平の時の事故点の3層短絡電流を求める問題です。まず3層短絡電流の公式は IS=%Z 分の 100×IB で、 IB は基準電流で、 IB=√3×V分の PV となります。この式の赤字で示している成分のパーセントインピーダンス Z、 基準容量 PV、 事故時の電圧 V が分かれば3層短絡電流が求まります。ここで電圧 V はすでに V=66kV と問題で与えられています。では次にパーセント ZPB を求めていきます。では問題の各設備のインピーダンスの表の赤の下線に 100mVA 基準パーセントと記載されており、これは表のパーセントインピーダンスの値が基準容量 100mVA での値であるという意味です。よって基準容量は PB
イコール 100mVA となります。では、次のスライドから表のパーセントインピーダンスを図に反映していきます。まず、系統側で表の下線の変電所 A の母線から上位系統側を見たカトリアクタンス 2.5% は図の左側の上位系統の発電機や送電線などのリアクタンスの合計が 2.5% であるとしています。また、表の2段目の下線は発電所の発電機カトリアクタンス 25% となっており、図の右下の発電機のパーセントインピーダンスが 25% という意味になります。次に変圧器について図に反映していくと、表の1段目の下線の発電所の変圧器 TR1 の漏れリアクタンス 12% は、右下の発電所の変圧器のパーセントインピーダンスが 12% となります。次に表に記載している2つの変電所 B、C の漏れリアクタンス 10% については図のように反映されます。次に送電線のパーセントインピーダンスを図に反映していくと、表の1段目の下線の送電線 TL1 の清掃リアクタンス 1.5% は、図の右上の送電線についてパーセントインピーダンスが 1.5% となります。また、他の4箇所のパーセントインピーダンスは図のように反映されます。これが今回の問題の回路のインピーダンスマップになります。では、この回路図を利用して、自己点側から見た上位系統と発電機側のパーセントインピーダンスを求めていきます。まず、括弧1の問題の設定として、5つの遮断機が閉となっているため、自己点から上位系統及び発電機の送電線は緑の線と青の線でつながっています。では、この図の回路の状態でのパーセントインピーダンスを求めていきますが、求める際重要なことは、パーセントインピーダンスは通常の電気回路のインピーダンスと同じ回路計算で問題がないということです。それではまず、図の回路のパーセントインピーダンスを整理していきます。図の上側の緑の枠内のパーセントインピーダンスは直列に接続されているため、パーセント Z1 イコール12となります。また、図の下の緑枠のパーセントインピーダンスも同様に直列のため、パーセント Z2 イコール50となり、青枠の上位系統のパーセントインピーダンスは、パーセント Z3 イコール 2.5 と置きます。ここで図の回路図をまとめると、このような回路図に簡略化されます。よって、この回路図のパーセントインピーダンスは、パーセント Z イコール12プラス50プラス 2.5 分の50×2.5 で、第2項は並列回路の合成インピーダンスです。この式を計算すると 14.381% となります。よって、3層短絡電流の式にパーセントインピーダンス、電圧 V、基準容量 PV を代入するとこのようになり、計算すると最終的に 6.08kA となります。これが括弧1の答えです。次に括弧2を解いていきます。問題文より括弧1の状態から
変電所 B と変電所 C を連携する CB3 を平とした時の自己点における三相短絡電流を求める問題で、括弧1と同様にパーセントインピーダンスを求めていく問題です。まず CB3 を平とするので、図の赤線のように送電線が自己点とつながります。ここで先ほど同様にパーセントインピーダンスを整理していくと、右上の緑の枠内はパーセント Z1 イコール 1.5%、 左上の緑の枠内はパーセント Z2 イコール 10.5%、 左下の緑の枠内はパーセント Z3 イコール 12%、 右下の緑の枠内はパーセント Z4 イコール 38%、 真ん中の赤の枠内はパーセント Z5 イコール 1.0%、 左側の青の枠内はパーセント Z6 イコール 2.5% となります。ここで図の回路図をまとめると、このような回路図に簡略化されます。では次のスライドからこの回路図のパーセントインピーダンスを求めていきます。まず図の回路図のパーセント Z2、Z3、Z5 はデルタ結線になっているため、デルタスター変換を行います。そうすると図の黒線のようになり、デルタスター変換に伴いパーセントインピーダンスの値も ZA、ZB、ZC のように変化します。この値は公式よりパーセント ZA についてはこのような式になり、値を代入すると 5.362% が求まります。パーセント ZB も同様にして求まり、パーセント ZC も公式から求まります。では回路図からパーセントインピーダンスを求めていきます。まず右上の青枠のパーセントインピーダンスは 1.947% で、左上の青枠は 7.862%、 下の青枠は 38.511% となり、全体のパーセントインピーダンスを求める式はこのようになります。この式を計算すると 8.476% になります。よって先ほどと同様の方法で三相短絡電流を求めるとこのような式になり、最終的に 10.3kA が求まります。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。